認めたいんでしょうか。この国を守る決意という本の中で安倍総理はこう言っています。アメリカは血を流す、しかし日本の若者が血を流さない、アメリカのために血を流さないのであればイコールパートナーと言えるんでしょうか。そう言っています。集団的自衛権の本質は自分たちが攻められてないにもかかわらず他国防衛のために日本の若者が血を流すということです。戦争をするということです。特に私は心配しているのは前々から若い方にね、本当に今大変な環境にあるんですね。そしてこれから本当にたくさん結婚していただきたいのに、もうそんな状況じゃなくて、もう一番心配してるんです。若い人に一番心配があります。で、私も息子もいますし孫もいるんですけれども、もう本当にもうこれから先日本がとっても心配なんですね。だから若い方が本当に幸せになってもらいたくて、ましてや戦争なんてとんでもないです。そう思いでこちらに来ました。周りでどうですか。そうですね、やっぱりお子さんがいるお母さんですとかはやっぱり自分の子供たちが本当に戦地に行くような今の状況下っていうのが本当に生まれるんじゃないかっていうのは本当に心配してますし、逆にやっぱり私たちの世代っていうのは真っ先に戦地にやっぱり行かないといけない世代になると思いますので、自分たちのことのように本当にちょっと危惧してる、そう行く人の本当に命をどう思っているんだろうっていうのは本当に許せないというか、それであればやっぱり憲法9条をちゃんと守ってですね、憲法をあなたたちがやっぱり守ることで日本を守ってほしいと私は本当に思っています。